ドクター山本の血管老化を防ぐお料理教室始めまーす。今日のレシピは美白の大根焼き。中華料理で大根を使った大根餅って料理があるけども、それをまあ簡単版っていうかすりおろして焼くだけなんですけど、大根にはイソシオシロネートっていうすごい辛みの成分ですね、ツンとくる辛い成分なんですけど、抗酸化作用が強くて美白効果もあるということで美白の大根を焼く名前しました。まあ、そもそもこういう植物も虫やら病原体から身を守る必要があるので、自分の身を守るためにある辛み成分で、油の中の植物にはイソシオシロネート辛み成分、ニンニクとかネギとかたくさん入ってて、それはそれで薬味としては美味しいんですけども、食材作ると鼻に行きすぎちゃってあまり美味しくないので、熱を加えて取ることで食材の持ってる本来の甘みとか旨味が出てきてすごく美味しくなります。あと大根だけでもいいんですけど、ちょっと物足りないので冷凍枝豆、塩分入ってないやつですけど、これすでに解凍されてますけども、これもちょっと入れます。冷凍したまま入れてももともと火が通ってるので大丈夫です。あと卵なしでもいいんですけど、卵入れないとうまく固まらないんで卵入れます。小麦粉と片栗粉です。味付けはコンソメ少しと味の素で使います。大根すりおろします。量はまあ大体10センチぐらいで、これ測ってみると300グラムぐらいなんで3分の2ぐらい、すりおろし器でおいでやと力の限りやれば、これで残りが100グラムなんで、まあ大体これで200グラムぐらい大根が、まあ、こんな感じ。調理は実はすごく簡単で、水多すぎるとうまく固まらないんで、水ちょっと切ります。水が残ってた方がちょっとトロッとして美味しいんだけど、ひっくり返すのはちょっとすごく難しくなるんで、しっかり切っておきます。小麦粉が大さじ1、2。片栗粉もまあ大さじ1半ぐらいかな。枝豆、好きなだけ、50g 今日は。で、味は、コンソメですけど、小さじ半分ぐらいでいいです。味かなり薄いので、食べるときにお好みでマヨネーズやケチャップや、まあマヨネーズとケチャップ混ぜ合わせたオーラソースつけると、それはそれで美味しいです。味の素。3振り。1、2、3と卵。1個。で、これかき回します。あとは、これをフライパンで焼くということです。これ簡単だけど、すごく美味しいです。おやつにも美味しい、朝ごはんに。大根ってジアスターゼ、アミラーゼとか、その中の消化酵素があるので、すごく消化に。大根時の医者いらずだって言葉があるらしくて、僕医者のやつでちょっと、こいつ敵かも。油で焼くだけなんですけど、大さじ1杯ぐらい油をフライパンに入れます。火はだいたい中火ぐらいに。大根おろしと粉と卵と調味料、枝豆入れたら投入します。焼く時間は、まあ、固まればいいんですけど、水が多いのでこうふにゃふにゃになるんで、丸くまとめながら丸くいきます。時間はどうでしょうね、片面3分ぐらいの感じですかね。大根って95% 水分なんで、さっき水切りましたけど、まあ、それでも結構やっぱり水分多いです。だから生地としてはふにゃふにゃな感じで、ちょっと固まるまでの感じです。だいぶ固まってみましたけど、まだこれ結構ふにゃふにゃで、テフロン加工がしっかりしたフライパンじゃないと結構こびりついちゃうんで、テフロン加工のフライパン使ってください。クラッカーが動くようになったら繰り返せるの で、せーので、おや、今日は65点の出来栄え。本当はとろけるチーズ中に入れるとよかったんですけど、忘れてしまったんで後から付け足し乗っけます。乗っけただけだとちょっと溶けないので、蓋をして3分経ちます。はい、3分経ちました。いい感じでチーズも溶けて。どうですか、このチーズの溶け具合。大根焼き完成です。じゃあ試食したいと思います。まあ、好みでケチャップと、ケチャップだけでもいいし、好きな人マヨネーズもやってもいいし、かき混ぜるとオーロラソース。まあ、これはこれで美味しいです。で、一応ソースができたので、じゃあ試食します。美白の大根焼き。ちょっといい感じで。枝豆が中に入って、こう、ふんわりしてて、食べてみます。ふわんふわ。ふわふわのなんか、ケーキですね、これは。ケーキみたいな味。生地自体はすごく、もちもちの感じで、もちもちふわふわ。これで体にいいとなると、もういいことないですね。めっちゃうまい。皆さん食べてみりん。